忍者じゃなくて烈気とした武将だった。服部半蔵こと服部正成、武功随一の忠臣。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、服部半蔵こと服部正成について紹介していこうと思います。歴史上で最も有名な忍者といえば誰の名前を思い浮かべますか？おそらく多くの人が服部半蔵と答えるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは2代目の服部半蔵こと服部正成です。実は彼は忍びの者ではなく烈気とした武将でした。一体どんな人物だったのか、じっくりとご紹介していこうと思います。最初に服部半蔵を名乗ったのは父だった。風魔小太郎もそうですが、服部半蔵というのは服部半蔵家の当主が名乗った名前。そして最初にそれを名乗ったのは正成の父服部安永でした。この安永、伊賀の忍びでしたが、領地が狭く困窮したためにこの地を去り、室町幕府12代将軍足利義晴に仕えたそうです。その後松平清康の知遇を得て三河に移り仕えるようになったとか。そんな安永の五男もしくは六男として、天文11年1542年に正成は誕生しました。幼い頃から腕っぷしが強く、6歳で寺に預けられたものの出家を拒否して出奔するような少年だったそうです。そんな正成ですが、やがて徳川家康に仕えるようになりました。そして弘治3年1557年、16歳で初陣を飾った正成は夜襲を成功させて家康から杯と槍を拝領するという輝かしい功績を挙げ、武将としてのスタートを切ったのです。戦で存在感を示し、鬼半蔵と呼ばれるようになる。桶狭間の戦いで今川義元が廃止したのに伴い独立を果たした徳川家康でしたが、永禄6年1563年に家中を二分する三河一向一揆が起こり、大ピンチに直面します。譜代の家臣でさえも一向宗徒であることを理由に家康に反逆する者が続出したのです。正成もまた一向宗徒でした。しかし彼は一向宗方に参加せず、主君家康に忠義を尽くすことを選んだのです。これは家康にとって正成が信頼できる家臣であることを実感した戦いでした。以後正成は数々の戦で功績を重ね、姉川の戦いや三方ヶ原の戦いなどで一番槍となるなど、武将としてどんどん成長していったのです。当時最強と目された武田信玄との間で行われた三方ヶ原の戦いは家康の大敗に終わりました。正成自身も負傷しましたが、家康を狙う敵と格闘して退けたり、味方の士気を高めるために城に戻るとすぐに引き返して敵の首を取ってきたりするなど、負け戦でも存在感を示しました。この功績により正成は家康からまた槍を賜り、やがてその強さから鬼半蔵と呼ばれるようになっていきます。主の息子の介錯役を命ぜられるが、家康は天下を取るまでに様々な苦難を経験してきましたが、その中でも辛い出来事だったのが長男信康の切腹でした。これについては多くの説がありますが、信康が切腹する際の解釈を命ぜられたのは正成だったとも言われています。しかしさすがの正成もためらいました。なんといっても主の息子、ゆくゆくは自分も仕えることになるはずだったかもしれない相手です。そして彼は3代にわたって恩を受けた主に刃を向けることなどできませんと涙を流し始め、これは無理だと判断した別の人物が解釈役を務めたそうですよ。このことを聞いた家康は、鬼といえども主の子は切れぬかとつぶやき、かえって正成への評価を高めたとか。創作説もささやかれる話ですが、
正成の忠義心が伝わる話です。家康の伊賀越えに貢献。天正10年1582年、家康は織田信長に招かれ教養を受けました。その帰り道に堺に寄ったのですが、この時なんと本能寺の変が起きて信長が撃たれるという事態が発生します。家康に付き従う家臣は正成を含めてわずか30名ほど。このままでは明智光秀の追撃を受けてやられてしまいます。なんとかしなければいけないと家康が選んだ道は、伊賀を越えて三河に戻るというルートでした。これが伊賀越えです。しかし伊賀や甲賀を抜けるのには険しい山道を通らなければならず、そこは落ち武者狩りも頻発する危険地帯でした。この時家康がここを通るのに尽力したのが、伊賀出身の正成と豪商茶屋四郎次郎清信です。二人は伊賀甲賀の豪族と交渉し、彼らに警備してもらうように取り計らって家康の伊賀越えを助け、これで家康は三河に帰ることができたのでした。三河一向一揆や三方ヶ原の戦いと並び、家康の三大危機とされるこの伊賀越えに貢献を果たした正成。彼は帰国後、家康からお先手頭、足軽大将のようなものに任命され、伊賀衆を任されるようになったのです。伊賀衆を預けられて活躍するが、実は結構微妙な関係だった。天正12年1584年、家康は豊臣秀吉との小牧長久手の戦いに臨みます。この際正成は伊賀衆を率いて参戦し、鉄砲を駆使して豊臣方を撃退するという武功を挙げました。槍や体術に優れていた正成ですが、鉄砲にもセンスがあったのかもしれません。そして家康が秀吉に従うようになると、天正18年1598年の小田原征伐には鉄砲奉行として従軍し、自らは敵の首級18を取るという働きを見せます。まさに猛将ですよね。このあと正式に伊賀衆を統率することになった正成ですが、実は伊賀衆との関係は微妙なものだったと言われています。家康は正成が伊賀出身だからと伊賀衆を預けたようなのですが、伊賀衆からすれば伊賀で生まれていない正成が自分たちを率いることに複雑な心境だったようです。彼らは徳川家に雇われた存在だと自負しており、正成の家来になったというつもりはまるでありませんでした。そしてこの関係が後に内紛に発展してしまうのです。半蔵門の名の由来となった。慶長元年1597年、正成は56歳でこの世を去ります。皇居の半蔵門は彼の名乗りである服部半蔵に由来しているとも言われていますよ。諸説ありますが、伊賀衆とこの門の警備をしていたとか、この付近に屋敷を構えていたなどと伝わっているそうです。地下鉄には半蔵門線もありますし、由来を聞くと乗るたびに嬉しくなってしまいます。さて伊賀衆と服部家の確執についてもう少し触れておきましょう。正成の死後、息子の正成が後を継ぎましたが、さらに伊賀衆との軋轢が強まってしまいます。それに伴い家中はごたごたしてしまい、ついには改易されてしまいました。その後正成は大阪の陣で討ち死にしたとも伝わっています。彼の代で伊賀衆との関係はなくなりました。正成の弟正成は兄の死後に家を継ぎましたが、彼もまた改易の浮き目にあってしまいます。正成は正成から武芸を仕込まれており、家康からも目をかけられていましたが、大阪の陣で抜け駆けして家康の怒りを買ったこともありました。仕えた先が廃藩になるなど、なかなか波乱の人生を歩むこととなります。正成が家康から大きな信頼を寄せられていたのとは対照的に、息子たちはなかなか厳しい人生を送ったわけですね。まとめ1、服部半蔵は服部半蔵家の当主が名乗る名前で、正成の父が最初に名乗った。2、
戦場で次々と功績を挙げ、鬼半蔵の異名を取った。3、家康の息子信康の解釈を命ぜられるが、主の子を切ることはできないと涙した。4、伊賀や甲賀の豪族たちと交渉し、家康の伊賀越えを成功させた。5、伊賀衆を任せられる立場となるが、伊賀衆との関係は微妙なものだった。6、半蔵の名は半蔵門の由来となったと言われている。最も有名な服部半蔵は実は忍者ではありませんでした。戦場では槍を操る豪の者というイメージにはちょっと違和感を覚えるかもしれませんが、武将としての彼もまた魅力的だと思います。ただ伊賀衆との関係が実は微妙だったことは少々残念な気もします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。